えー、ありえない話の時となりました私たちはですね当初毎週日曜日に教会堂を借りるという形でその教会の働きをしておりましたでその時に教会堂が使えなくなるという時があったんですが大奇跡が起こりですねまさかの2,200名入る街道が与えられ そしてでですす。ね、1年間それを占有しししたた。わけです神様の手に驚きました、えー、しかしですねその後その場所は公道だったんですが壊すことになり移動することになったんですねそれで400人入る武道室に移動するということになったんですがそこで事件が起こりましたそれは何の事件が起こったのかというとそこに。 神棚があったんですねそしてですね神棚があったので、えー、霊的にそういうことが受け入れられないャンもいらっしゃるのでですねその方がですね神棚をね下ろしちゃって燃やしちゃったんですね。これはとんでもない話ですなぜとんでもないのかというとその神棚はオーナーのものであり我々のものではないからです。 そしてオーナーは怒ってしまってですねもう一刻も早く出て行けという形になったんですねそれで我々は路頭に迷ってしまいましたしかし神様がついていますそれで私たちは日曜日の夜講談の前にみんなで集まりまたかつてのようにですひざまずいて感謝の祈りをしました私たちの礼拝の場所がありませんそれが使えなくなりました またどこで礼拝するかは分かりませんしかし感謝しますその後ろに神様の計画がありますと感謝してたんですねそうしましたら不思議な形で助けてくださる方があってですね、えー、使ってない音楽室ってのがあったんですねそれを使えることになりましたそれは私たちにとって非常に素晴らしい街道であって 大体いい150人ぐらい入るんですが進学校をやってましたから小さい部屋がいっぱいあってですね、進学校に使いましたしまたかしかもですねその場所はですね使い放題にしてくださったので徹夜祈祷をすることができ装填祈祷もすることができそして帰れなくなる人が休むこともできた。 そういうい場所でしたまさに感謝の祈りとともに最高の場所を主が与えて下さったんですね。この奇跡に驚きましたけれどもさらに優れた奇跡がその後に起こったのですねそれはどうしてどうしたのかっていいますとですねオーナーがですね賃料を請求してこないのです。我々は賃料を 踏み倒すつもりはないんですが寝た化を起こさないことにしとこうということで黙ってましたそしたら1年ちょっと経った時に言ってきたんですね、まあ、JR でしたけども賃料を払ってくださいって言ってきたんですねそれで我々は言ったんですね請求しないから払いませんと請求してくださいっていうことでですねそして請求してもらうことになりました そしたらですねいつまで経っても連絡がないのですそれでもネタかはもう起きているのでこちらの方から連絡いたしました一応そちらの請求をお待ちしているんですがどうして遅れているんですかということをね、お伺いしましたそうしました時に相手の方がこう言われたんですねあなた方に貸している施設は貸す施設に入っていないと もし家族施設に入ってないその施設を貸してお金を取るとなると多大な税金がかかるとそれはあなた方からもらう家賃よりもはるかに高いお金であるとですから我々はその賃料をタダにしますとこうやりました驚きました駅の隣にあるその集会の場所で しかも1年間使い放題で使い電気代も水道代もタダで使いそしていろんな影響を表されたその街道がですねただまさにあの種の特別な恵みの手と祝福に感謝いたしました主は生きて働いておられます主の働きに期待しましょうどうもありがとうございました